でこういうふうな蹴りが対して受けるというのもありますが、他にも例えば相手に対してこうくっつきますね。で蹴る、はい、これ今膝ですね。だからいちいち相手が蹴ってくるもの、打ってくるものをいちいち付き合うのではなく、この軸自体を潰すという考えも武術ではあります。はい、じゃあ半分に開けてください。でこれも先ほどやってました。ちょっと気をつけてくださいね。蹴り、はい、こう、こうやって持ち上げても運動神経がいい人は殴ってきますので、こう、これに対してもこう逆らわない、キュッと、これは逆らわずにこう投げるという形になります。大丈夫か